そんなに物珍しそうに見つめないでください。あなたみたいな可愛い子に見つめられたら、変なことを考えちゃいます。え？どんなことかって？あなたが大人になったら、教えてあげますね。19世紀末のロンドン、前世紀から続く産業革命や外国人移住者、大飢饉に端を発するアイルランド系移民らによって都市の人口は500万人に達していた。移民の多くはイーストエンドに集まることになり、スラム街、貧民窟が形成されていった。これは富裕層が集まるウェストエンドと対照的だった。種々雑多な移民で混沌とするイーストエンドでは、大小さまざまな事件が発生していたが、1888年に発生した凄惨な事件は別格だろう。半ば伝説化し、現代でも語られる連続殺人事件。それはホワイトチャペル殺人事件と呼ばれ、未だに真犯人は特定されていない。しに行ってくるよ。俺たちのことより自分の心配をしろっての。よし、俺が犯人を捕まえてやる。浴びまくってるじゃないですか。だから着替えようって言ったのに。もう聞いてるんですか、新車さん。ごめんなさい、クロちゃん。こんなに注目されるのは久しぶりでしたので。そんな格好していたら当然です。いいですか、新車さん、あなたは町を守護する魔女っ子なんですよ。言わずもがな、人前に出ることが多くなります。ですから他の魔女っ子たちのような奇抜な格好は厳禁だと口を酸っぱくして。新車さん、どこを見ているんですか。あらあら、ごめんなさい、なんだか視線を感じてしまいまして。何もかもその格好のせいですよ。このままでは事件の調査すらできません。あらまあ、それは困ります。
町の皆さんの平和を守るのが私のお仕事ですもの。そうでしょう、そうでしょう。ですからひとまずは宿を探しますよ。そしてこの町に馴染んだ衣装に着替えましょう。そうすれば注目を浴びるようなことも。もう私の話を聞いているんですか。ねえクロちゃん、あの子私のことをずっと見ていませんか。ですからその格好のせいなんです。さあさあ行きますよ新社さん。ああ待ってください、あの子私に何か言いたそうな顔してます。ダメです。さあついてきてください。ああクロちゃんの意地悪。あいつめちゃくちゃ怪しいぞ。きっとあいつがジャックなんだな。よし俺が捕まえてやる。そうすればイーサも外で遊べるようになるしな。あっべー、あいつどこに行ったんだ。おかしいな、こっちの方に来たはずなんだけどな。あの子私のことを探しているんですよね。やっぱり勘違いされてしまったのでしょうか。あなたが犯人だと思っているようですね。まったくもう、だから目立つなと言ったんです。犯人とは今回の事件の犯人ですか。ホワイトチャペルの殺人鬼ことジャック・ザ・リッパー。悔しいです、私はその犯人を懲らしめに来たのに。何ですかクロちゃん、一生地味な格好をしているって言いたいんですか。そんなことは言ってないですって。私が言いたいのはですね、任務に差し支え。私だって女の子なんですから、たまにはおしゃれだってしてみたいんです。クロちゃんは男の子だからそういう女心がわからないんですね。大声を出したらダメですって、あの子に聞こえちゃうじゃないですか。そうやってまたごまかすつもりですね。私だっておしゃれしたいです。カオリンちゃんやエリーザちゃんみたいにおしゃれしたいんです。だから聞こえて。その姉ちゃんじゃなくてお前がジャックなのか。なんてことを言うんですか。いいですか、私は由緒正しき魔女っ子の相棒です。魔女ってことはやっぱり悪者じゃねえか。ネズミを操って病気を広めたりする奴らだろ。そっち系の魔女じゃなくて魔女っ子です。ヘビトンボとトンボくらい違いますよ。だったらジャックだな。あのせいで妹が怖がってるんだぞ。だから違うと言っているじゃん。はじめまして、私は新社です。あなたのお名前を聞いてもいいですか。なんだよいきなり。お名前聞かせてくれませんか。トミだよ。とても可愛いお名前ですね。可愛いじゃなくてかっこいいだろ。ごめんなさい、トミーちゃんのお名前とってもかっこいいですね。ちゃん付けするなって。なあそっちの黒いのは姉ちゃんの仲間なのか。本当にジャックじゃないのか。この子の名前は黒面です。そうですね、仲間みたいなものでしょうか。新社さん、ここは仲間と言い切ってください。だってクロちゃんって言
ち悪じゃないですか。私がおしゃれをすると目を三角にして怒りますし。ですからそれは。なんだ、お前らがジャックじゃないんだな。うん、また怪しいやつを探さなくちゃ。ねえトミー君、あなたはなんで犯人を探しているんですか。さっき言っていた妹ちゃんのため。そうだよ、イーサは大切な妹だし、昔みたいに外で遊ばせてやりたいんだ。そういうことですか。新社さん、あなたまた悪い癖が。クロちゃんはお口にチャックしててくださいね。そこで静かにしててください。あのトミー君に悲しいお知らせがあるんです。え、実はですね、私がその犯人なんです。えぇ、ー、私って他の女の人が大嫌いなんです。ですから手当たり次第殺しちゃうんですよね。お前がジャック。どうしたんですか。私が怖くなっちゃいましたか。だけど後をつけてきたトミー君が悪いんですよ。かわいそうですけど、さっくり殺しちゃいますね。そうだ、俺は強いんだ。お前みたいな悪いやつをここでやっつけてやる。キャー、どうして怖がらないんですか。これじゃあ私の方が負けちゃいそうです。あ、逃がさないぞ。まったく、新社さんには困ったものですね。とはいえ考えは分かりましたし、新社さんの悪い癖にも目をつむるとしましょう。おかしいな、ここに逃げ込んだはずなのに。あ、もしかして罠ってやつじゃ。ビビるんじゃないって。俺はジャックをやっつけるって決めたんだろ。そうだよ、イーサのためなんだから。あ、ここのドア、光が。キャー、こんなところまで追ってきたんですか。ジャック、これから逃げられると思ったら大間違いだぞ。ノッポのティミーより強いんだからな。より今からお前をやっつけるぞ。で、どうやってやっつければいいんだろう。ティミーの時みたいにすねを蹴ればいいの。だけどこいつって女だし、父ちゃんはいつも女には手をあげるなって。ダメです、男の子のちゃん。俺、ジャックをやっつけ
けたんだ。分かった。謝ってくるよ。もう、子供扱いすんなって。これでトミー君は解決ですね。ですが、新社さん、こういったことはこれっきりにしてください。わかりました。トミーちゃんの可愛いところ、いっぱい堪能できちゃいましたから満足です。はあ、それで真犯人はどうしますか？もちろんすぐに捕まえに行きます。だって私は魔女っ子なんですから。もう居場所も分かっているんですよ。あとは乗り込んでキュッてするだけです。さすがですね、新社さん。それでは早速事件解決に向かいましょう。はい。イーサちゃんのこと大事にしてくださいね。それと大人になる前にまた一緒に遊びましょう。やっと着付けが終わりました。似合っていると言ってくれたら嬉しいんですが。やっぱりあなたは優しいですね。あ、触るなら優しくしてくださいね。こういう衣装って着崩れてしまうと大変なんです。もう少し強くてもいいですよ。もういきなりはダメですよ。そうですね、どうしてもっていう時にはきちんと断ってからにしてください。